素でよし、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、はい、まあ、アトレを買って、はい、一応この間、はい、福岡の旅で、はい、車中泊をしたんですけど、うん、まず必要なものといったら、うん、やっぱり目隠しが必要なんじゃないかということで、うん、はい、早速カーテンを購入しました。はい、純正カーテンですね。はい、はい、で今日はカーテンの取り付けを、はい、分かりやすく説明しながらやっていくんですけど、はい、いや、分かりやすいかわからないよ。なぜそのカーテンを選んだかっていうところもちょっとお伝えしたいなと思って、うん、ほら、あの、なんだっけ、ハイエースでは、うん、あのペタペタ貼るタイプ、あ、はいはい、を使ってたじゃない、シェード、そう、UI ビークルさんの、うん、まあ、その目隠しシェードの、うん、各窓のサイズごとにカッティングされたのを、うん、あの、なんだっけ、吸盤で貼り付けるタイプのものだったんですけど、はい、うん、ハイエースは広さにかなり余裕があって、うん、あのシェードを収納すると結構な容量だったんですよ。そうなんです。大きな袋に、はい、でそれを、まあ、入れる場所があったんだけど、毛、うん、に関しては、うん、まあ、極力、うん、あのスペースをね、確保したいということで、あのカーテン式を採用しました。はい、はい、で今カーテンもいろいろ見て、ね、いろんなメーカーさんあるんだけど、うん、やっぱりちょっと純正がいいかなということで、うん、純正を購入しまして、はい、ね、だから、まあ、ネットで、うん、あの本体だけ売ってるから、うん、自分で取り付ければ取り付け工賃だけは浮かせることができるっていう感じですね。はい、まあ、見た感じね、そんな難しくないかなっていう、うん、ただ穴を開けないといけないから、うん、インパクトか、うん、あのペンドライバー、うん、っていうのがいるんですよ、うん、そんぐらいかな、まあ、いる工具って言えば、ね、ちょっと高くはなったんですけど、うん、いや、あのね、純正はフィット感はもちろんいいんだけど、うん、今ここのバックドア開けてるんですけど、うん、バックドアのカーテンが上下レールが入ってるのが多分純正だけだったんですよ、うん、まあ、そうなると上下レールがあるから、うん、開けた時にカーテンがダランってならないんですよ、ね、うん、そうだよね、だからそれはすごく良くて、うん、純正にしました。はい、はい、まあ、早速じゃあつけましょうか、はい、やっていきましょう、うん、はい、はい、で、今回はこの取説に習って、うん、あの作業を進めていくんですけど、はい、今回僕たちが買った型式ですね、品番が 08280-K5004 っていうもので、アトレハイゼットカーゴに合うものですね、うん、で電子機が2021年12月以降に作られたものが合います、うん、まあ、できるだけ分かりやすくしようとは思うけどね、うん、誰でもこう見てさあ、できる、そうそう、でだってややこしいんでしょ、なんか、どこら辺がやばい、やりだせばそんなことはないかも。ただ取説がすごい親切に書いてあるもんだから、いろいろ書いてあるのよ、うん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 、実際作業内容的には全然大したことないと思う、うん、うん、でそれでは、これが純正のカーテンのパーツになります。こっちがカーテン本体で、こっちがレールと、あとコザコザ入ってます、うん、はい、カーテンは各場所ごとにですね、あのイニシャルが振ってあって、うん、まあ、K とか C とかさ、 G とか、あ、本当だね、うん、でこれにもね書いてあるんですよね。あ、当たった、うん、L、うん、これは L ね、はい、こんな感じで番号があるので、それに習ってとつけていきます。はい、はい、お次はカーテンレールです。いろんなカーテンレールがあります。というか灰がすごいね、うん、あったかいから、中もね、ほら、こんな感じで中、あ、本当だ、作り的にはね、あれなんだって、あの穴を開けて車にパーツを取り付けて、うん、そのパーツにこれをカチッてはめるんだって、レールを。でこれがリアでしょ、で一番これも短いのもリアでしょ、多分これもリアでしょ、でこれがスライドで、これがあの後ろの小窓だと思います、サイズ的に。あ、なるほど、うん、ねえ、 ねえ、なんで、あの、あんたの顔を鼻をすんなって言われてるから、鼻見せされてんじゃん。はい、でお次は別なパーツです。ネジと、あのマジックテープの車側につけるやつと、あとは、あ、だね、パッチンって止めるやつとか、あとはエンドキャップ、レールのエンドキャップ、うん、あとはこれは車の
この本体側のさ、うん、裏の下地がいないところに入れるパーツですね、うんうんうん、まあそんなゴミゴミはしてないです、はい、どうだ、すっごい早が、うん、早がめっちゃ入ってる、しかも動き早い、はい、ですね、じゃあ、しょっぱなスライドはちょっと難易度が高いかなということで、うん、ね、うん、ちょっとこう、ウォーミングアップも兼ねて、はい、一番簡単そうなこのクォーターっていうところから始めたいと思います。はい、で、カーテンの番号は I と E ですね、うんうんうん、ね、I と E で、はい、取り付ければさ、ここになります、うん、ここですね、うん、ここになってて、で、これね、なんか寸法の取り方結構なんか特殊で、曲線のあれも含めてここの総長43ミリって書いてあるんです、ここの角から、うん、なんか一旦センターを出して、あ、板金段差部分、ああ、こっから寸法取れっても書いてある、さすがトヨタだね。取り付け容量1ですね、穴開けと板金段差部から147、こっから147内側、はい、147、ここ147、うん、で、それから180180外に180180なんだけど、こういうスケールの場合は、うん、180って通常こういう風にするんだけど、まあこれでもいいか、これでもいいんだけど、うん、測りにくい場合はね、100切るって言って、うん、280とかに合わせてここに100のところに印をつけたりするわけよ、うん、見分かる系、その前に下からの位置をつけようかな、下から43、ここに引っ掛けて、なんかこうグリングリン斜めにして43、ここから43、ここの位置、ここは絶対マッキーペンの方がいいね、ここから43、ここね、うん、で、これから180180、これから180ね、と、180この方がつくね、で、下から43、43、差し金があればいいんだけど、差し金全部ないんだよね、やりにくいなあ、差し金あるわ、軽トラに、普通の人が持ってないようなやつをしたって、ね、基準の取り方がね、ここら辺すでにちょっとこう曲がってきてるわけよ、曲がってるけど、みんなができるようなやり方でしなきゃ、じゃあこっちからも43、ちょっとまっすぐのところでするね、うん、もう曲げて43だからね、なんかちょっと難しいんだよね、私が持っとこうか、曲げようか、こうでしょ、きっちりしてね、きっちりじゃないと開けちゃったらおしまいだよ、43、あ、別の方かけるで、これで差し金、長い差し金、ま、差し金とかってあんまり持ってないよね、みんなね、うん、持ってないよ、あ、長い棒だったら何でもいいんだよ、長い、あれは持ってるよ、なんだっけ、定規、定規、うん、長い定規でもいいよね、まっすぐな、なんか定規を準備してもらって、何をしたいかっていうと、ここちょっと曲がってるんですよね、まあ、細かいこと言うと、うん、だから、ちょっとまっすぐなところのなるべく端っこで一旦印をして、うん、下から43、うん、これを中心から180のところまで引っ張りたいっていう魂胆です、だからこれをこんな感じでやるじゃないですか、
こうやると大体水平でしょ、うん、ここね、ここ穴開ける場所、こことここと、あとはここ、ここのレールの長さは400等です、はい、地面の一番上にも書いてあるんですけど400等のレールを使います。とりあえずここに印をして、もう霧で穴開けるの、霧で、うん、穴を開けるけど、その前にきっかけを作ってあげないといけないから、うん、穴を開けるんですけど、今回はポンチ代わりにこの65の釘を使います、はい、これをコツンってね、うん、軽くこの印にあてがって、うん、ガラスをやらないように、本当だよね、うん、こうやってコツンって、あー新車なのに、これガラスやったら絶対高くつくよね。本当だよ。コーチの昔どころの話じゃないよ、うん、これなんですけど、一応ドリルストッパー代わりにテープを巻きました、うん、先端から5ミリですね。先端っていうか、あの刃のこの肩から5ミリでいいかも、まあ、とりあえず5ミリ前後、うん、これより深く入らないようにですね、うん、はい、お、簡単に開きます。ああ本当だね、はい、ほら一番最初の、うん、あのポンチでポツンってやって空気でさ、うんうん、あれがないとこれがこうなっちゃう可能性があるわけ、うん、ね、ガラスにさちょっと怖いね、ガラスにチョンって当たってる、これが、はい、あ、はい、気をつけて、はい、はい、すいませんでした。それでは防生剤を塗ります。一応申し訳ない程度の防生剤、塗らないよりはマシでしょ、うん、首下12のサラタッピングビスと、あとはリングですね、リングを3つ、うん、3つずつ、はい、で、レールに対してこのリングは平行につけてくださいということです、はい、だから要はこのリングにこのレールをパチンってはめるんですよ。これさえつけてしまえばもうレールはつきます、はい、でこれをここにね、うん、平行に、あ、これ手で締めた方がやりやすいかな、意外に、もしかしたら。どうする、寒くなってきだした、あ、こっちの方がやりやすい。あ、そうなの、うん、ここのこのレールがあるじゃん、うん、じゃレールっていうかネジ止めたよ、うん、これからあの2センチこのレールを出すんだって。あ、はいはいはい、うん、だからここにちょっとも分かりやすいように印つけちゃった方がいいかもね、うん、どうせここ多分見えないから、うん、いいよ。でレールに、2センチの位置にこの端からね、うん、2センチの位置に印をつけて、まあ、僕は、うん、汚したくない人はつけなくてもいいです、うん、でこの2センチのところとこのネジを合わせて止めます。パチッて、こんな感じで片方なんかかけて、あー、はいはい、そのレールにちゃんとはまるようになってるわけね。そうそう、ほらパチッて言ったでしょ今、はいはいはい、ほらほら、でこれもこっちに片方かけて、ほら、うん、本当だ、うん、ついた、すごい、ほら、OK、 はい、でこのカーテンレールに入れるこいつがあるのでこれを入れていきます、うん、ちょっと体勢的に入れにくいね、順番にこうカーテン広げた方が入れやすいかな。できました。で広げたいんでしょうか。あ、入ったね、全部入った、全部入った。でこれで OK、こんな感じですね。え、下も？下はないよ。あ、そこは下はないわけ、うん、ない。あ、下ないの？下ない。ちょっと広げてん、なんか下はマジックテープだって。今これ取れるよ、広げたのかな。は
はい、お次はレールの端につける、エンドキャップと3ミリの、5ミリ長さのビスになります、うん、丸5番っていうビスですね。取り付けます、はい、これがこうくる、はい、いい、うん、え、大丈夫？全然効いてないじゃんね。あ、これボディに穴開けないような作りになってんのけ。あ、そうなんじゃない？ねえ、いくつもできるだけ開かないように。揉みすぎた説だね。もういいや。え、嘘でしょ、うん、いいいいいいじゃないんだよ。軽く回すぐらいがいいですね。多分ネジ切るかも。こんぐらい、うん、こんぐらい、うんうん、手で止めてもいいぐらい、うん、で OK です、はい、でこっち側止めます。でレール の, あのエンドキャップをつけました、うん、で広げるとこんな感じで、うん、両サイドにあのマジックテープのテープをボディに貼って、うん、こういう風になるという、はい、でテープの、この位置っていうかクォーターの、窓はテープの位置が細かくは書いてないから、うん、大体の場所でいいのかも。なんかこういうところをあれの油分を取ってあげないといけない。これをさ、こっちに先につけた方がいいよね。うんうん。緊張の瞬間じゃないっけ。うん。うん、いいですか。どうぞ。あ、もう。本当はこうつけてみたらさ、そんな難しくないでしょ。まあ、後ろはでしょ。スライドのところは難しいんじゃないの。スライドのとこなんかね、ちょっとあのあれだ、食わず嫌いっていうかさ、なんか何もしないけど苦手意識がある。こう。ほら、どう。おお、いいじゃない。ね。うん、これがここにあるから、うん、こうやって締めるときはここで結ぶと、ここにほらマジックがあるからさ、うん、これ、うんうん、収納状態ね、はいはい、で締めるときはここをペリってやってさーっとやってここにペタペタと。あ、いいね。ペタッと。あ、いいじゃんいいじゃん。これは楽だね。うん、オッケー。外から 見た感じどう？そこちょっと閉めてみて。あ、全然だよ。ここ。あ、でも、うんうんうん、あの光は出る。光は分かる。あ、明かりつけてんな、うん、的な。そうそう。だって動いてるのが分かるもんね。うん、まあこんな感じだったら。うんうん、まあだから明かりだけは多分分かるけど、人が動いてるのは分からない。ああ、なるほどね、うん、でまあ全然外からの目は気にならない、うん、じゃあ本日の作業は一旦終了です、はい、またスライドドアと後ろのドアは次回します。次行こうか。やっぱり掃除ケース忘れないとダメだ。行けばいい。あの部屋のさ、うん、クイックルワイパーみたいなのでこうしたらダメ。落ちるだけけ、うん、下に落としてからじゃあ掃除機かけようか、うん、Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, baby. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us.Couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all.